川原蓮先生の育児日記。初めて娘に嫌いと言われた日。我が家は怒らない育児は無理なので、怒るときは怒ります。道路に飛び出したらダメでしょ。お尻パチンだよ。お母さんなんか大嫌い。あかべーだ。残念でした。お母さんはどんなに嫌われてもしーちゃん大好きです。パラパラ。これは揺るがないのです。プリプリ。嫌われても一緒にいるし、お母さんのラブな気持ちは変わりません。好きとか嫌いとかどっちでもいいっす。しーちゃんも本当はお母さんのこと好きだもん。お母さんより大好きだもん。あ、そうなんだ。それはそれで嬉しい。危ないことしてごめんなさい。はい、お母さんも怒りすぎた。ごめんね。お尻パチンはしないよ。表。川原蓮先生の育児日記。娘がとても喜んだ初めての手紙の内容。文字を書く練習にいいかなと、レターセットを娘に渡す。短い文だけど楽しそうに書いてます。お母さん、お母さんはいつしーちゃんにお手紙くれるの？え、いるの？じゃあ今書くよ。面倒くさい。はい、できました。しーちゃん大好きって書いてあるんでしょ。物の隠し場所。ヒント1。お母さんの部屋。答えは宝の在りかです。わあ！お母さん、お母さん、早く探しに行こう！へいへい。初めての母からの手紙は大変喜んでもらいました。